YouTube 聖書神学校の支援の学びの時間となりました。今日は支援の116編です。では早速支援の116編を見ていきます。はい、詩篇の116編、私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。死の綱から私を取り巻き、黄泉の恐怖から私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の皆を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。誠に私の神は憐れみ深い。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められた時、私を救いになった。私の魂をお前の全き憩いに戻れ。主はお前によくしてくださったからだ。誠にあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。私は生ける者のうちで主の御前を歩き進もう。私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで主の生徒たちの死は主の目に立っとる。主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで主の 家のお庭で、エルサレムよ、あなたの真ん中でハレルヤ。感謝いたします。詩篇の116編でした。はい、感謝いたします。詩篇の116編でした。では早速石黒先生の詩篇の116編の学びを見ていきます。詩篇の116編、視線を超えた感謝、誓いを主に果たそう。概説、大きく分類すれば、個人の感謝の歌であるか。段落の構成または構造に明らかな枠組みはない。むしろ全体として、心にあふれる感謝を述べ、信仰を言い表す。ユダヤ人の伝統では、これは吸い越しの食事の後に歌われてきた。作者が経験した不幸の実態は、瀕死の重病か、あるいは偽りの訴え、おそらく前者と思われる。70人役、ウルガタ役では1から9節と10節以下と切り離し、別個の作品と見るが根拠に乏しい。7、12節の認証代名詞設備後に、設備詞に、字に、アラム語形17節に得意な前置詞の用法が認められることなどから、その著作時期は、補修期以後のかなり遅い時期とさせられる。注釈、1、2節に神は祈りに応えてくださる方であることが述べられ、作者の信仰が宣言される。私は主を愛するとはシェマ、申命記6の4以下の絵の正しい応答である。とはいえ、これほど直接的な信仰者の側からの告白は珍しい。参照詩篇の5の11、神を愛し得るのは、はじめに神が私たちを愛されたからである。参照、ヨハネ第1の4の19、祈りはすべて神によって聞かれている。詩篇116の1の聞いてくださるという動詞が未完了形なのは、常に聞いておられるというニュアンスとして、であろう。
詩人は辛い経験をしてきたが、神に不平不満をもたらすことはしない。一節中または二節冒頭のヘブル語キーは流付けでなく、確かにという強調の言葉とも解釈できる。三節以下には苦悩の描写、信仰の表明、神による解放、感謝が順不動に繰り返し述べられる。三節の死の綱、読みの恐怖といった言い回しから、詩人はかつて瀕死の重病であったか、あるいは言えなく打てられていた。119の61と察せられる。その言い回しは18の4と4から6と類似する。4節、主の皆を呼び求めたとは、ヤハウェご自身に向かって祈ったという意味である。名は実態を表す。5節において作者は古くからの信仰過剰に賛同し、それを自分の経験によって確認して、告白する。6節のわきまえのないものとは、神の前に心を低くした表現である。19の7、119の130。7節は言外に、詩人がかつて精神的、また霊的に極めて不安定な状態にあったことを告白している。10節に私は信じたと悩みを克服した時のことを振り返る。信仰とは不信仰を踏みつけにしている状態である。アブラハムは現実には一人の長子もいなかった時、子孫が星の数にもなると宣言された死を信じ、不信仰を退けた。創世記15の6、11節。人間を究極の頼りにしていると必ず裏切られる。人には常に罪と弱さがあることを覚え、注意することが必要である。偽りを言う者とは、偽証によって搾取を苦しめた人々とも解釈できるか、シュミット、クラウスだ。おそらく単に当てにならない存在という意味であろう。12節、帰り見てくださる神に対して、どんな奉仕ができるだろうかと作者は幸福な問いを抱く。13節の、救いの杯を掲げとは、救いを感謝する場、あるいは、神殿あるいは家庭での会食の 座を思わせるにおいて神に捧げ物をなし。17、しかも隣人に喜びを分かつ姿を描く。参照23の5、祭壇に杯を傾け、注ぎかけながら祈るといった儀式を想定するものもあるが、その基本的な意義は変わらない。14節、自分の誓いを主に果たそうとは、病床にあって心に誓った神への奉仕を全うしようという意志である。18節も同様、旧約時代には助けを祈り求めるとき、もし救ってくださったら何々しますという誓いを含んだ嘆願がしばしばなされたようである。50の14、56の12、16の節の私の枷を解かれましたとは、死からの解放あるいは霊的な束縛から自由にされたことを言う。18、19節からすると、作者は神殿においてこの詩を歌った。作者の誓いとは実際に何かを指したかよくわからないが、そこに感謝の証が含まれていたことは確実と思われる。現代の適用、この支援の特徴は、私は何々しようという意思の表出に認められる。2、12、13、14、17、18、そこから背景にある自然を超えた経験、信仰への実践への意思、また誓いの意味について教えられる。神への愛を告白できるのは神によって自然を超えてきたからである。3、6、8節等、具体的には瀕死の病床であろうか、その死を乗り越えた時、信仰の輝きが増し加わる。人の一生は、様々な形の死につきまとわれている。その爪で、気づけられ、少しばかり不自由な生活を強いられるだけで、人は、意気消沈してしまう。晩年死ぬのではないかと恐れるあまり、眠れない夜がある。肉親や親しい友の死を目にした者は、それが夢物語ではないと知っている。だがしかし、私はこの死の恐れを超える術をわきまえなければならない。復活の信仰はその究極の答えである。
今一つの道は自分がすでに死を通ってきたことを感謝を持って思い出すことである。人はまず誕生という時点で死を通り抜ける。温かな母体から放り出され、生命維持に不可欠なものを胎盤を通して得る道を閉ざされ、死にそうになって苦しみの叫び声を上げる。その産声に周囲の人々は喜ぶが、当人にとっては自然からの叫びである。この時ある意味では今生きている人全てが死を経験したのである。その後にも死の可能性はいくらかでもある。交通事故、病気、海難事故、飛行機事故、今なお生かされているとすれば、それ自体において神が視線を超えさせてくださったことの証を持っているのである。第2に、信仰の実践とその大胆さは神への応答として生じることを教えられる。神の御業は苦しみの中にあるものを救い、涙を拭う。福音の種は神によってまかれる。その喜びが実生活の中に芽生え、すわちふさわしい実を結んでいくのを私たちは楽しみにしつつ励んでいる。主イエスも私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか。地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでしたと語り、御言葉を実践することの大切さを訴えられた。ルカ6の47から49、参照マタイ7の24から27。詩編作者の実践は主を愛することに始まり、116の1、また主への応答に導かれる。18、19。最後に私は自分の誓いを主に果たそう。14、18と、いざよく言えるのは、主はよくしてくださったというくださったと心から告白できることによる。7と12、視線を越えてきたものとして神に頼っているからそう言えるのである。ある時イエスが誓ってはいけません、マタイ5の34と言われたのは、結局現実に見せもしないような法外な約束をしたり、くどくどと絶対にと繰り返して、普段の言葉は信用できないかのような印象を与えててはならないとの意味であろう。他方ここで支援作者が言うのは、あくまで神との約束、隠れたと心で見ておられる神に対してなす誓いである。この意味においてその内容についてはわからないか、パウロも請願していたことが知られる。使徒18の18、今日でも米国の地方新聞やコミュニティ紙に時々病を克服した人の証報告が霊災が喝采が霊災される。神によって病気が癒されたことを証しします。病死の受ける誓いのゆえにと記されている。主なる神の前に生きることを知った者は、その方に心を打ち明け、身を任せ、すべてを委ねて悔いることがない。パウロも言うように、生きることはキリスト、死ぬこともまた益、ピリピ1の21と悟るからである。キリストのためには死んでもよいと覚悟したとき、魂に平安が与えられ、苦労が単なる苦痛でなくなる。自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。マタイ16の24という主イエスの招きへの応答と、この支援に表される誓いを死に果たそうという決心とは不可分に表裏一体を成している。それが分離され、砂の上に建てた家とはならないように注意しよう。感謝いたします。石黒先生の支援の116編の学びでした。次回の支援の学びでお会いいたしましょう。マスターとでした。主は源です。パッションプリーズユー。シャロム。バイ。